は今シーズンの初登板、山崎よりも上がっています。ここは空振りの三振に仕留めました。ここは連続三振という立ち上がりになっています。打ち取った。初回は三者凡退で立ち上がりました山崎です。気持ちで負けてみんなに申し訳ないと大粒の涙を流したという試合でした。ここはバット折れましたがサードゴロ。もう野球が大好きでたまらない、そんな思いを抱えていたと振り返っていた当時の監督。フルスイングしないんですよね。あ、なるほど。ミートに徹してヒットを打ち続けているここまでです。落としたか、スッと沈む変化球、空振り三振。マウンド上としてはさあここはしっかりまず確実に抑えなければいけないという場面。ポコンと当てた。慎重に一塁を送りました。ランナーを背負いましたが今腕を振りながらベンチに向かいます。降りてきます山崎です。さあ6回です。2対1、わずかにジャイアントリードは1点。このあたりが受けるキャッチャー大城とのバッテリー、そのコンビです。70球を超えてきました。で一塁サイドからその1イニング1イニング全力で投げてると思いますんでね。センター方向少し後ろに下がりながら体操していきながら余裕がありました。エリソンです。もうされると思うんですよね。ただ4番の牧を空振り三振に仕留めた山崎です。ツーアウトまで来ました。7回です。三振に退けました。7回まで投げ切ってきました。1点のリードを守っています。ここでこうバントしたらとか、ここはここじゃないかってこうしながらこう、ね、野球を見るのもいいんじゃないかっていうふうに言われたので、中山のヒット、これで4試合連続ヒット。3番ファースト中山。ここは中山がキャッチャーを抑えました。ああいった打球もこうちょっと難しそうでしたけども。そうですよね、まあ、芯で捉えてるとはちょっとボールが揺れたりとかしてきますんでね。あまりねフォアボールっていうのは少ないのかなと思いますよ ね、 この辺り深いところ中山ヘッドスライディングアウト。桑原も思わずヘッドスライディングで行きましたがここはリクエスト三浦監督です。やっぱりこう取ってから十分これ力を貯めてじゃないとセカンドだとこうそこまでこう足使わなくてっていうか力も入れなくても届いてしまうところでやっぱショートだと距離があるんですね。ここ明らかにこう全体を使って投げに行ってるんでちょっとだけね取ってから遅くなったんですね。あれ足の力だけで投げても十分ねボールは行くんですけどやっぱ状態にも入るっていうところで力入ってしまいましたね。際どいタイミングにはなりました。大して変わらないボールは投げれると思います、ね、そうですか、はい、アウトになりました。大きな援護をするというツーランホームランになりました。あそこはもうチームとしてどう点を追加点を取るかというところではあったんですけどね。そうですね、次のバッターにいい形。長田の当たりは強烈な一発。あともう少しで場外かという大きなホームランになりました。今シーズンの第5号。
ました。ものすごい打った瞬間の何か破裂音のような、そんな音がこの佐賀の14年ぶりのこの球場に響き渡りました。すごいバッティングでしたね。いや、そうですね、今はねワンボールからだったのでね、こうある程度中田選手の中では長打っていうのを意識したスイングですよね。